こんばんは。本日は残念ながら、また師走のお忙しい中、12.6 勝利をつかむ大集会に大勢お集まりいただき、ありがとうございます。このジャルの不当解雇の戦いがいよいよ東京高裁での控訴審という重大な局面を迎える中で、何としてもこの時期にこのジャルの不当解雇を撤回、この大きな世論を作ることがまず重要だろうということを我々は一つしてまいりました。そしてこのジャルの戦いはまさに今日本の労働者の働かせ玉、まさに雇用の解雇の自由がまかり通るかどうか、そういうせめぎ合いの中で大きな争点になっている戦いであります。このジャルの不当解雇の不当性、そしてこの攻撃の本質をこのキャラバン行動を通じて広く知らせ、支援を広げるということがこのキャラバンの大きな目的であったというふうに私もは思っています。このキャラバンを通じて2府6県の中で
さまざまな行動を多くの皆さんのところも取り組んでまいりました。そしてその行動を通じて本当に今あのロックアウト会合などに見られるような大手電機の不当な解雇、さらには社会保険庁の分限免職、さらには有機機関労働者の解雇などと戦う、そういう仲間との戦いとも多く興味をし、連帯ができた取り組みとなったというふうに思います。このキャラバンを通じて、約1000名以上の皆さんの参加をいただきました。そして7カ所の集会は600名を超える皆さんにご参加をいただきました。支援要請に入らせていただいた団体は約100団体にも及んだわけであります。まさにこの戦い、大きな共同連帯をこれからどれだけ広げられるかにかかっているというふうに思います。私ども国労は四半世紀にわたるあの JR 採用事件を戦ったその経験と教訓を生かし、今こそ労働者の雇用の権利、そして労働条件の向上に向けたあらゆる共同の戦い、さらに強めてまいりたいというふうに思います。この10日間本当に不当解雇というその怒りの原点に立って、子どもジャルの不当解雇を訴え続けて、その先頭になって奮闘されたジャル原告団の皆さん、そしてこのキャラバンを本当に大きく広げようと全道連や全道協、そしてジャルの地方の共同会議の皆さん、幅広い労働組合、民主団体の皆さんのご協力があってからこそ、このキャラバン行動が成功したことを改めてご報告申し上げながら、さらにこの共同連帯を大きく広げるために奮闘してまいりたいということを申し上げまして、キャラバンの報告と国労からの決意にさせていただきます。どうも、共に頑張りましょう。キャラ団体の皆さん、本当にお疲れ様でした。このキャラバンの成功により、今後はこのキャラバン活動が日本各地で見られることになりそうです。